登場小太郎から1929年6月30日は、明治から昭和にかけての日本の画家で、主に戦争画を得意としていた。日露戦争での日本海海戦の様子を描いた連作が特に有名。三笠環境の図日本海海戦において、Z 機を形容した直後の連合艦隊機関三笠環境の情景を描いたもので、 左上の Z 機は下ろされている時のものである。描かれている人物は、右から、伝令の玉木信介少尉候補生、同じく伝令の三浦忠和等信号兵、三望の秋山正幸中佐、連合艦隊司令長官の東郷平八郎大将、即敵係の長谷川清少尉、三望長の加藤智三郎少将、伝令の野口新三四等水兵、法術長の阿保清和少佐、 館長の伊地知彦次郎大佐、砲術長布の今村の次郎中尉、公会長の布目光作り中佐、参謀の飯田久常少佐、公会士の枝、原由利一小尉、伝令の山崎岩亀少尉候補生となっている。現在知られている、この絵は、関東大震災で一度消失した後に書き直された、もので、煙突の煙やハンモックの縛り方などいくつか違いがあるが、 描かれている人物は変わっていない。近年、旧作では、秋山正幸は描かれていなかったとする著作がいくつか、あるが、菊田新天、坂の上の雲の真実の間違った記述を確認せず、採用したものである。いわゆる敵前大回答の前後に、秋山が環境を降りていたという証言はあるが、この場面はそれより数分前である。画家の内大和は本作を、 明治戦争画の傑作と評し、当時の単なる記録としてばかりでなく、広告の後輩子の一線にありというたくましい精神を強く我々に与えるものであると述べた。ウィキメディアコモンズには、当時を翔太郎に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。